天み基地は、鹿児島県大島郡瀬戸内町、小宮船津27に所在する、海上自衛隊佐世保地方隊の基地であり、天み基地文献隊が配置されている。天み基地文献隊は、1962年2月1日に佐世保防備隊霊下で、新編、1970年10月1日に佐世保警備隊霊下に編成替えとなった。 1992年11月24日には特務船、ムズキが配属された。ムズキが1997年2月27日に除籍された後は25トン型交通船を運用しており、2013年時点の隊員数は23名。隊長は2等海佐または3等海佐が当てられている。天見大島は戦前は大日本帝国海軍の基地が置かれており、 連合艦隊の病白地、集結地でもあった。海上自衛隊においても、自衛隊ペルシャ湾派遣部隊が、北東部のカサリ湾を集結地とし、この地で部隊編成を整えて、海上自衛隊による初の海外派遣へと出発した。アマミ諸島周辺海域は、中華人民共和国との緊張関係の最前線に、あり、九州南西海域工作船事件における、 朝鮮民主主義人民共和国工作戦との交戦現場や東、シナ海ガス電問題で中国が設置した油性が近くにある。環球原子力潜水艦領海侵犯事件では、奄美諸島の沖合を環球原子力潜水艦が先行したまま逃走した。奄美基地は補給や休養、悪天候時の避難校として、降立地であり、有事の際は、前進基地。 補給基地として活用できる。瀬戸内町では2005年10月に海上自衛隊の強化と新たな部隊等の誘致を推進する議員連盟が活動を開始し、奄美基地分献隊の拡充と将来的な感染の常駐を求めるとしている。2013年5月31日には陸上自衛隊の新規配置とともに要請が行われた。ありがとうございます。